い、育つ気ゆかり YouTube 萌子チャンネル、あみともえです。おはよう、こんにちは、こんばんは。ということで、12本目の今日は、申し訳ない、字幕添削なしでお送りします。というのも、ちょっと私の中で大きなトラブルが起きてしまいまして、ただいま顔面蒼白状態でございます。字幕の誤字脱字がございましたら、どうぞ今回だけご了承ください。そんな今回は血流の話です。突然、お食事中、あまり関係ないかもしれませんが、ちょっと痛そうだなとか苦手だなという方は、このまま閉じても大丈夫です。寒いですよね、とにかく。で、春カイロにハマってしまいまして、以前からよく使ってはいるのですが、ないとダメになってきてしまいました。で、いろいろ調べたんですけれども、血流が悪いのって骨盤の歪みとか結構関係があるみたいですね。ストレッチをしたり、揉んでみたり、マッサージしてみたり、いろいろ対策はあると思うんですが、体の中で一番冷えるのが今はお尻です。冷たいんですよね。で、それもやっぱり調べたら骨盤の歪みなんですね。寝っ転がった状態で足を組んで膝の裏を刺激したり、座禅のような格好で足を伸ばしてみたり、股関節を伸ばしてみたり、いろいろやっています。話は春カイロに戻るんですが、春カイロいろいろ種類ありますよね。最近10個入りパックなど買うと、だいたいアイリスオーヤマさんのが多いです。以前は白玄なんかが有名だったかなと思います。ということで、今回はハマっているあったかいものがあったら教えてください。もこもこの靴下やマフラー、足首手首などを温める、いろいろありますけれども、何かあったら教えてください。急に冷え性になってしまいました。それでは、寒い日々続きますが、健やかに元気にお過ごしください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは。